キャンプオープン戦と、まあ、外から見てるとすごく順調に来たなというふうに見えますが、はい、うん、まあ、監督としてはいや、まあ、おっしゃる通り、まあ、ちょっと順調すぎて怖いなというの方ですかね。あの、まあ、本当渡辺陸が一発目にちょっとねキャンプで骨折して、で野村井さんにも離脱したんですけど、まあ、考えてたメンバー、競争してもらうメンバーがもうほぼほぼ故障なく、まあ、ここまで来てますんでね、まあ、ピッチャーではヘルナンデスの離脱はちょっと痛いんですけど、あ、ね、あれ痛いでしょうね、まあ、でも野手はもう開幕に向けてのメンバーっていうのはもうある程度、固まったかなというふうに思いますね。野手が決まったということで、開幕ローテはもうもちろん決まってると思います、うん、ただローテーションが、まあ、始まった次の週が6連戦なんですけど、はい、